さんこんにちは、ワンダーレビューです。冒頭からの映像いかがでしょうか。非常に綺麗でヨーロッパを感じさせるようなスキーリゾートだと思います。こちらは上越国際スキー場になります。そして宿泊したのがホテルグリーンプラザ上越となります。今回はホテルとスキー場の紹介をしていきます。ホテルの方は客室そしてレストランなどを紹介します。スキーに関してはスキー場の各エリアを一個ずつ紹介していこうと思います。本当に今の映像からも分かる通りヨーロッパを感じさせるテイストでまとめられた本当に美しいスキーリゾートだと思います。ぜひ本日の動画最後までお楽しみください。そしてもしこの動画少しでも良かったと思う方いらっしゃいましたら動画の高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは動画の方進めていきます。どうぞ。それではまず最初に簡単にアクセス方法を見ていこうと思います。車も電車も非常に便利な立地になっています。車で行くとこの画像のように私が行った日は結構雪が降っていたのですが、ホテルの周りちゃんと除雪されていて宿泊者用の道路にもしっかりと案内されました。こちらインターチェンジから出て約6キロ7分と非常に広い道、そして安全に運転できる道なので、雪道に慣れていない人でも安心して行けるかなと思います。そして電車の方、こちらも非常に交通の便が良くて、そのまま JR の上越線で駅を降りたらスキー場ということで、本当にアクセスしやすいスキー場になっています。それでは客室の方を少し紹介したいと思います。今回メゾネットルームというところに宿泊しました。こちらの部屋、なんと8名まで最大利用できます。なので、2家族なのでの利用も可能だと思います。1階の方はベッドとソファーベッドが配置されています。そして上の方には2階部分には和室があります。こちら本当に広いスペースがあるので、スキー結構物が多くなるので、これだけ多くのスペースがあると非常に快適に過ごすことができる部屋だなと思います。そして各家具だとか置いているものもすごくいいものが置いているので、非常に落ち着く空間だと思います。こちら夕食のビュッフェが食べれるコネクション館地下1階にあるモンテローサというレストランになります。こちらの方ビュッフェで品数も多く大変満足できる内容かなと思います。夕食のビュッフェの内容などはホームページにも記載されているので、気になる方はこの夕食ビュッフェの細かなメニューをホームページで調べることをお勧めします。こちらも夕食のビュッフェとなります。レストランの名前はラ・セゾンとなります。こちらコネクション館の2階にあります。こちらのビュッフェは追加料金が必要となっており、大人1000円、子供幼児プラス500円で利用可能となっています。メニューが先ほど紹介したレストランと少し違うので、こちらの方気になる方、ぜひホームページでビュッフェのメニューをご確認ください。そしてこれらビュッフェなんですけども、夕食のレストランに関しては朝7時から予約可能となっています。この予約はスマホなどでウェブサイトにアクセスして、そこでウェブから予約します。ちなみにこの宿泊した際の朝7時状態の予約サイトの予約状況がわかるものを掲載しておきます。ぜひ食べたいレストランを探して事前に予約することをお勧めします。続いて朝食の風景です。レストランは先ほど夕食で紹介したラセゾンとなります。朝食のビュッフェも複数の会場で開催されていて、おそらくメニューは一緒になると思います。朝食に関しては事前にレストランを予約するということができないので、レストランに行って実際そこが満員の場合は空いている他のレストランを紹介されるということになります。朝食に関してもかなり品数も多く美味しいものが多いので大変満足できる内容だと思います。
ちらサラモンのカフェとなります。こちらの方非常におしゃれな空間となっています。メニューは子供メニューもあるので家族連れでも利用しやすいと思います。日中営業しているのでスキーの少し休憩やいつでも利用できるというのが非常に便利だと思いました。その他ホテルに設置されている設備を見るとコインランドリーから温泉施設などたくさんの施設があります。そして売店なども複数箇所にあり非常に便利です。こちらスキーの小物などを置いている風景ですが本当にたくさんの種類のものが置かれていて現地で何か必要となった際も大方困ることはないのかなと思います。そしてスキーボードのレンタルですがこちらサロモンのレンタルショップがあります。このように本格的なレンタルストアがあるので上級者から初級者まで満足できるレンタルができるのかなと思います。それではスキー場の紹介に入っていこうと思います。まずスキー場の全体像を紹介したいと思います。こちらエリアが何個か分かれているのですがここでは4つのエリアに分かれて紹介します。イーストマザーズゾーン、あとパノラマゾーン、そしてフォレストゾーンで、ここが1、2と2つに分かれています。このように配置させているのはマザーズゾーンとパノラマゾーンは行きしやすいのですがフォレストゾーン2つに関しては少し行くのに時間を要します。こちらリフトを使って平行移動します。平行移動というのは通常リフトで登ってあとは自分で滑るというのが通常のリフトだと思うのですがこちら行く際帰る際両方とも同じリフトに乗る必要があります。しかも通常の腰掛けるリフトになるので結構特殊なケースかなと思います。まずノースゾーンとウエスト1に関してはリフトを2つ乗り継ぐ必要がありこちらの方10分ほどかかります。そしてウエスト1からウエスト2の方も同じようなリフトに乗る必要があってこちらの方4分かかります。このように行きも帰りも同じリフトに乗ってさらに椅子に座るタイプなので結構寒い日だとか悪天候の日は行くのちょっと躊躇してしまうかなと思います。そしてこのウエストゾーンとノースパノラマゾーンのところに関しては14時が最終となるので結構朝から今日はこの奥のゾーンまで行こうというので行って帰ってくるというプランニングが必要となります。まずはイーストマザーズゾーンです。こちらのゲレンデはホテルグリーンプラザ上越の目の前に広がるエリアとなりメインゲレンデとなります。初級中級のバーンが多く非常に広く取られています。多くの人はまずここのゲレンデを滑ると思います。そしてどこからも結構ホテルが見やすいのでホテルを見ながらこのような絶景を見ながらこう広い広大なゲレンデバーンを滑るというのが楽しめる場所になります。こちらはパノラマゾーンになります。パノラマゾーンの一番上部はメインゲレンデの山頂部になります。非常に開けていて景色がいいです。そして反対側の斜面、こちら北側の斜面になりかなり雪質がいい斜面となります。結構木も残されていてすごく綺麗な自然の中を滑ってさらにいい雪でというのでかなりおすすめできるコースとなっています。そしてここをずっと降りていくとこのエリアで有名なおしるこ茶屋という、レストランがあります。
際スキー場全体を通しても有名な場所だと思います。おしるこ茶屋です。おしるこしかないのかなと思って行ってみたのですが、メニュー数も非常に豊富でした。そして食事もさせてもらったのですが、非常に美味しいメニューでした。こちら昼食をとる際に、休憩をする際に非常におすすめな場所だと思います。こちらフォレストゾーンとなります。全体説明の際にも一番奥に位置しているこのフォレストゾーン、行くのに少し時間がかかると言いましたが、行くとそれはその分価値があります。今見てわかる通り、非常に大きな自然、雄大な自然に囲まれています。そして広いバーン、良い雪質、滑っていて本当に気持ちがいいです。でこの滑っている時に見える景色もメインゲレンデ型とは反対側になるので、全く違った雪国の景色というのを見ることができます。こちら本当に天気がいい日にここに行こうと決めてきて、しっかり滑って、そしてまたメインゲレンデに戻っていくという楽しみ方をお勧めしたいです。それでは最後にナイターの風景です。こちらのスキー場、上越国際スキー場を利用する多くの方がロング1日券、ナイターも含んだ1日券を利用していると思います。なので天気がいい、そしてもう少し滑りたいといった際は、少しの時間でもナイターを滑ることをお勧めします。このものすごく開けた綺麗なバーン、そして奥に見えるホテル、すごく優雅なスキーリゾートを感じながら、かなり照明も明るく焚いているので、綺麗なナイターを楽しむことができます。なかなかナイターイメージとして寒いだとか、バーンがガリガリだとか、あまりすごくいいイメージというのは言葉出てこないんですけども、今回ナイターを滑らせてもらって天気に恵まれたというのもありますが、まず景色が綺麗、そして雪質も良い、本当に良いナイターのコースだなと思いました。今回の動画はこの辺で終わろうと思います。ぜひ動画の高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。